いどうも副社長です。ということでいきましょう。姫路の意外と知らないご当地クイズ姫級、今回はこれについて世界遺産姫路城編いきましょう。姫路城には石垣がたくさんあります。よく見てみると角に綺麗な四角に整えられた大きな石が使われているところがあります。ここで問題です。石垣に使われている大きな四角い石は当時のおにゃららを使用しています。さて何でしょう。 A 椅子、 B トイレ、 C 棺桶、 D お風呂。それではお考えください。結構この石大きいですよね。どうやって運んでどうやって積んだんでしょうか。すごいですよね、こんな昔に。さて答えは C の棺桶でした。実はこれ石棺という遺骨を納める棺、棺桶ですね、を石で作ったものです。姫路城の石垣には石棺や墓石が組み込まれておりまして、姫路城が築かれる前、有力者の古墳などが周辺にたくさんあったことから築城の際に掘り起こされて、まあ、結構えぐいことありますね。石棺が石垣に利用されたのだとか。大天守の頂点などを飾るシャチホコ、姿は魚、ピチピチ、頭はトラ、おひれは常に空を向き、背中には幾重もの鋭いトゲを持っているという想像上の動物、シャチホコでございます。ここで問題です。現在姫路城の大天守に飾られている計11尾のシャチホコはすべてあにゃにゃにゃ、どんなシャチホコでしょう。 A メスのシャチホコ、 B オスのシャチホコ、 C 変顔のシャチホコ、 D 食べられるシャチホコ。それではお考えください。どんなシャチホコでしょうか。シャチホコとかあんまり、ね、近くで見たことないんですけれども、結構すごいんでしょうね。答えは A のすべてメスのシャチホコ。通常のシャチホコは口を開けているオスと口を閉じているメスの2体が対になっているけれども、姫路城のシャチホコはなんとどちらもメス。全国的にも非常に珍しいそうです。昭和の大修理の際にメスの1体を見本として同じ形のものを作ったことから全てメスになったそうです。世界遺産国宝である姫路城はかつて売りに出されたことがあるそうです。ここで問題です。売りに出された姫路城はある人に落札されました。現在の価値でいくらで落札されたでしょう。 A 約10万円、 B 約100万円、 C 約1億円、 D 約100億円。それではお考えください。姫路城相当広いですからね、これ絶対迷子になりますよ。何 LDK でしょうか。それでは答えは A の約10万円。安っ。姫路城が約10万円、当時のお金で23円50銭と激安の売り物件になりました。なぜかというと、江戸幕府が倒れ新政府が発足し、それまで大名の軍事要塞だったお城は無用の長物、まあ要するにでっかいゴミですね、となりまして、修理費用も莫大にかかると、まあ、こんなん面倒見てられへんと判断しまして、一般人に売りに出されました。落札したのは姫路に住む神戸誠一郎という一般ピーポーでございます。お城の瓦や釘などを再利用できると考えてたんですけれども、実際ね、一般の家庭で使用するには大きすぎて権利を放棄しました。その後陸軍省による永久保存が決定したそうです。1945年の姫路大空襲にて、市街地が焼け野原になりながらも奇跡的に無傷で乗り越えた姫路城。ここで問題です。空襲を免れるために姫路城は外観にある偽装をしていました。どんな偽装をしていた。 A 鏡を貼った、 B 黒くした、 C 木で隠した、 D 偽物を作った。それではお考えください。どの答えもめっちゃしんどいですよ、絶対に。姫路城でっかいからね、うん。それでは答えは B の黒くした。どうやって。C
白い姫路城は格好の目標になるとして白い壁の部分をペンキで塗る案などが検討されましたが、最終的にコールタールで黒く染めた藁の網で天守閣を覆うことが決まりました。その後他の塀なども偽装も網で覆われまして、屋根瓦なども着色されたそうです。実際にこれ写真ありますけど、確かにこれ黒、今の姫路城からは想像できませんけれども、実際にねこの偽装が空襲を免れる原因となったかどうかは定かではございません。難攻不落の姫路城、そんな姫路城の中で400年間一度も使われなかったあるものが今もなお綺麗に残っているそうです。ここで問題。姫路城の中で400年間一度も使われなかったあるものとは次のうちどれでしょう。 A. 椅子、 B. トイレ、 C. 棺桶、 D. お風呂。それではお考えください。あれ、なんかこれどこかで見たことあるな。そう、第一問の選択肢と全く同じ。皆さん気づきましたでしょうか。それでは答えは B のトイレ。どういうこと。当初牢城を想定して、要するに敵から攻められて立てこもる時ですね、作られた大天守の地下の中には和式のトイレがありました。実はこのトイレ400年余り誰も使用したことがありません。牢城時に使うために作られたんですけれども、結局姫路城は攻められることがなかったので使われることなく現在に至ります。トイレがこのような形で残っている城は全国でも姫路城のみ。誇らしいトイレ。いかがでしたでしょうか。姫路の意外と知らないご当地クイズ、姫宮世界遺産姫路城編でございました。まあ、全てね諸説ありますけれども、まだまだ知らないことがたくさんありますね。まあ、我々姫路市民のシンボル、そして心の支えでございます姫路城。また皆さんにいろいろ知ってもらってですね、外出などね心置きなくできるようになりましたら、ぜひとも来ていただきたいと思います。それではまた会いましょう。さようなら。